はい、皆さんこんばんは。山寮です。ということでですね、今日はですね、緊急特別企画をやってきますよ。題してですね、最底辺 YouTuber は俺だ、スターステールプレゼンツ最底辺チャンネル王決定戦ということでですね、いやー、なんか企画っぽいじゃないですか。バカがバカなりに考えた、最底辺なりに考えたっぽい感じになってるじゃないですか。ということでですね、今回はですね、うちこそがですね、このチャンネルね、まあさね、意識低いけとか長いやかいや言ってますけどね、やはりこの最底辺たるもこね、ことをね、証明しなければならないんじゃないかというね、使命感に駆られましてね、まあ100人を超えましたんでね、そう、いや、いい加減これはちょっと最底辺というね、呼ぶにはどうなのかという感じになってきてるような気もしてしまいますので、いやいや違うよっていうことをね、改めてね、この場を借りてね、証明していこうということですね。それをですね、まあ、わざわざ一回企画でね、やってみようってことでございますね。まあどういう経緯かと言いますとですね、実は今最底辺で言ってますけど、皆様お気づきでしょうか。ちょっと前からこっそり変更してます。これ後から入った人、逆にあんまり最底辺って言ってるイメージがないかもしれませんね。3チャンネル開始当初はね、よく最底辺 YouTuber ってね、底辺 YouTuber の中の底辺オブ底辺って言ってね、やってたんですよ。最底辺 YouTuber と銘打って活動していました、このスターステールチャンネルの、ね、山田さんですが、しかしですね、まあチャンネル登録者数が50名を超えたぐらいからね、さすがに50人いたらね、まあ、50人以下のチャンネルって、まあ、結構あるはずなんですよね、ね、いうことなんで、さすがに50人だと最低限とは言えねえかなっていうことでね、実はこっそりトーンダウンしてたんですよね。で、こっそりね、最低編 YouTuber からね、 Twitter のアカウントとかもね、意識低い系 YouTuber ってね、こっそり書いてね、意識低い系ですよって、意識高い系にそうね、代行してね、やってる、こっそり改ざんしてね、しれっと活動していたんです。特に買いましとかなんか言わずにね、しれっとやってましたけど、まあだがしかしですね、思ったんです。果たしてチャンネル登録者数だけが最低辺を測る目安であるべきなのかと思っちゃったんですね。ということなんで、これ回はですね、最低辺なりにね、このチャンネルなりに考えた最低辺の基準というものをもとにですね、基準を作りました。基準値を作りました。ルールを作ってみました。で、我こそがね、この山田こそが真の最低辺 YouTuber であることをね、証明しましょうということですね。これでもう堂々とね、もうデータで証明しますから、うちがいかに最低辺かというのをね、それでですね、もう堂々と最低辺、底辺、オブ底辺をね、名乗っていこうじゃないかということですね。だから名乗るにはね、いや100人もいるのにそんな最低辺ね、もっと低いところある人じゃないかとね、いう意見もね、出るかもしれませんからね。まあ100人なんで、そもそもこの動画何再生あるかも分かりませんけど、ね、まあいろいろなね、調査をね、まあただね、徹底的な調査をしてね、いかにうちがね、すごい最低辺をね、証明していこうと思いますよ。さあ、うちにね、勝てるようなね、低いね、チャンネルが現れるのかということでね、でもチャンネルで登録者数100人だから、まあ、これより少ないところはいますよね。じゃあどうやってうちが最低辺かを証明しようかというと、こういうようなね、ルール作ってみました。基準を作りました。調査基準ですね。2つの指数を作りました。1つ目がこれです。登録者数対動画数ってことですね。これをですね、MPF 指数というふうに名付けております。うちのチャンネルの方で、スターステルプレゼンツの、ね、サークルの方で、この調査させてもらいました。で、チャンネルで公開されている、動画本数をチャンネル登録者数で割った数字になります。チャンネル公開されている動画本数ね、これ公開されている動画本数です。というのは、非公開の動画とかね、限定公開の動画というのは、外部の人だと分かりませんので、自分のチャンネルはね、もちろん非公開の動画がどれだけあってっていうのを把握はできるんですけど、ただ、これをね、入れようと思うと、予約でね、入れてある未来の動画っていうのもね、これ1年以上先までね、実は動画の投稿用のやつ、予約できることができるんですよね。そういうふうにしてね、バーっとね、先取りして貯めてある人とかね、不公平になりますし、何よりもね、私がね、調査のしようがないということですね。うちのチャンネルは非公開の動画がこれぐらいあってっていうのは分かりますけど、他のチャンネルさんは分かりませんからね。ということで、今回はそれは抜いた数字にしてます。で、動画の投稿数に対してどれだけの登録者数がいるかを、これで、示していきます。いわゆる、ね、登録者数ね、全然ね、少ないけどね、動画の投稿全然してなかったらね、それ少ないんじゃないのって。
動画の投稿数が多いのに登録者数少なかったら、それ相当動画の質が悪いってことになってくるじゃないですか。で、逆に言えば質のいいところっていうのは、動画の投稿数がそんなに多くなくても登録者数はボンと増えているかもしれない。そうしたら打率が高いということになってきますよね。というあたりとかね、いうのを見ていこうと思います。で、スターステートプレゼンツではね、これを、ムービーズパーファンス指数ということで MPF 指数と呼ぶことにしました。まあ、計算式は簡単です。動画投稿数、これは公開のね、公開されている動画投稿数をチャンネル登録者数で割った数字ということですね。で、この数値は、これは低ければ低いほど質の高い動画を提供していると考えられます。まあ例えてみましょう。動画を1本投稿しました。これに対して、10人の、ね、登録者数が増えましたよとなりました、ね、もう1本しかこう動画が公開されていないチャンネルがありました。その動画に、ね、10人ついてましたよってなります。そうすると、この数値というのは、1÷10 なんで 0.1 になります。これが逆に動画を10本出してました。動画を10本出しているのに登録者数が1人しかいなかったら、この場合は10÷1なんで 10.0 になります、ね。ですからこれは 10.0 の方のが悪い数字になりますね。 0.1 の方のが、いい数字というのが分かりますよね。ということなんで、これは数値が下がれば下がるほど、あのいい数字と、あの質が高いというふうに言わせることができるんじゃないかと思います。で、実際にね、これあの軽くつけてみたら、ね、ちょっと面白い数字もね出てきましたんでね、まあ、結構な差があるなと、これがいかにあの格差社会かっていうのね、分かるような数字もね出てきますよということでございます。ちょっとそのあたりは、後ほどね具体的にちょっと出していこうと思いますよということですね。で、もう一つ作ってみました。動画の平均視聴率ですね、WAV って書いてありますけど、 WAV 指数ってことで、要は、ウォッチング、ね、動画視聴の、アベレージってことですね。ウォッチングアベレージってことで、WAV という指数を作ってみました。公開動画の平均視聴率を、算出したものになります。ただしこれはちょっと注意書きがあります。まず一つ目、そのチャンネルの中で削除になった動画というものは一切含まれません。ですから動画の本数にもカウント入りませんし、視聴数、ね、の方にも入ってきません。ところが非公開動画がある場合というのは動画数はカウントされないんです。動画数のカウントには入ってこないんですが、総再生数の方にはカウントが入ってきます。これはちょっとシステムの都合上、 YouTube であの公開されている情報、総再生数と動画の数っていうのは公開がされているんです。アップロード動画の情報を見れば何本ここのチャンネルで上がってますよっていうのが分かるんです。で、それに対して総再生数っていうのも、これもあのチャンネルの、ね、トップページの概要欄ってところをクリックすると、このチャンネルは何再生累計で入っておりますよってのが分かるんですけど、残念ながらこれあの非公開の動画というものは動画数の方からのカウント取れちゃうんですよ。総再生数の方にはどうも入ってくるということなんで、これちょっともう確認のしようがないんで、ですから正確な動画の平均視聴率ではないんです。視聴率じゃないか、この場合は視聴率じゃなくて視聴数ですね。率ってするとよくないですね。視聴数ですね、後からまた書いておきますというふうになります。そのため完全な平均視聴数というのは、部外者では算出ができませんので、もう今回はもうこういうことを前提で、作らせていただきました。ですから例えば、ね、10本動画を投稿して9本、ね、削除になっておる、あ、ちなみに非公開になっておるね、削除だったら再生数も消えちゃうんでいいんですけど、これなんでこういうことがあるかというと、限定公開みたいにしとったような動画とかですね、そういうような場合はですから期間限定とかで公開しとって、それを削除してた場合には、その再生数も消えちゃうんですけど、ね、公開終了した後に非公開に変えた場合には、この動画っていうのは再生数入っちゃうもんで、これちょっともうあの見分けようがないので、もうそこのところの誤差はあるという前提にはなりますけど、目安としてはいいかなと思うんで、これもちょっとつけてみました。計算式はそのままですね、総視聴数割る公開動画数ということです。ですからちょっと、誤差が出ますよということはご了承、あらかじめご了承ください。で、これは数値が大きいほど動画の質が高いと考えられます。要はこれね、視聴数がね、1万ありますよ。
ね、それが動画の数が1本だったら、これは、割る1で、1万になるじゃないですか。この10に、10本あって1万あったら、1000になるじゃないですか。そうすると平均視聴数は1000ってことです。これが、ね、動画が10本あるのに、視聴再生数が1しかなかったら 0.1 になります。これだったらすごく少なくっていうことになってきますよね。ということなので、これは数値が多ければ多いほど動画の質が高いという、基準になるんじゃないかなと、当サークルでは考えております。ということで、じゃあ実際にですよ、この数字で計算をね、主なチャンネル、まず最初にね、私のチャンネルのところからね、見ていこうと思いますよ。で、うちのチャンネルですとどうなるか、すいませんね、目がチカチカしますね。我ながらちょっと目がチカチカしましたけど、じゃあうちのチャンネルから見ていきましょう。すみません、こういうのね、本当はね、ちゃんと白黒ね、考えてね、作れって話なんですけどね、まあこの辺りも最底辺らしいところですよね。すみません。で、見ていきましょう。うちのチャンネルの場合、とりあえずね、メインチャンネル、サブチャンネルも作ってみました。まずうちのチャンネル登録者数が今101ですね。まあこれは本当に登録いただいてありがとうございます。本当にありがたいんですけど、まあこれはね、やはりね、でもそう、101人もいたらね、サブチャンネルは25人ですからね、まあまあ多いんじゃないかっていう気がしてきますよね。で、視聴回数を見てみると、4万3000実はあります。これは累計ね、実は4万3678再生ありますね。まあまあ、ね、表であるんじゃないですか。私もね、見てみて、あ、意外と言ってるっていうね、思います。まあまあね、入ってるんですよ。で、再生数で言うと、サブチャンネルの方は3500。まあ、こっちの方が最低変換が出てますよね。ただし、ここで大事なのは、サブチャンネルの方は94本しか動画を上げてないです。まあ、これも多分ね、その手にしては多いと思いますけど、ただ、特筆すべきはね、うちのメインチャンネルです。なんと550本も動画があります、現在。多いでしょう。550本あるんですよ。ということなんで、これがね、うちのところの売りなんです。もうとにかく数売ってるんですよ。すごいでしょ。550本はね、開設して2年ですからね、まあ、ほぼ毎日ペースで上げてるってことになってくるんですよね。そうするとね、まあ、それは視聴回数も伸びてきますけど、じゃあ、さっきの数字で見てみるとどうなるかというと、こうなります。横が MP、左が MPF 値、さっき言ってましたね、ムービー、動画数に対するファンの数の値、低ければ低いほどいいよっていう数値なんですけど、見ての通り、これで見てみるとサブチャンネルの方が数値良くなるんですよ。なんで？やっぱし動画の投稿数がそれだけ少ないので、誰とはいいってことになるんですね。ただ面白いのが、平均視聴数ね、は、スターステルチャンネルの方のがいいんです。メインチャンネルの方のが79なんで、倍、そうですね、74、75だから倍以上ね、ダブルスコア以上でメインチャンネルの方が実はいいんですよね。で、サブチャンネルの方は平均数は少ない。これね、原因はね、分かってるんですが、3つか4つね、4つほどね、4000再生、3000、4000再生とかに近づいてる動画があるんで、アベレージはここでポンと増えるんです。ただし、そこでファンが全然ついてないよってことです。だから、ファンがついてるのは、やっぱ政治チャンネルの方から、政治に関心のある方がちょっと集まっていただいてるんで、おかげさまでね、実はうちのところは、この前もね、もう20万人ね、超えてられるね、YouTuber さんがね、ちょっとコメントしてくれたりとかね、政治系の、方が書いていただいたりとかっていうこともありましたんで、この数字になっておるよというのはあると思います。まあ、投稿数がね、まあ、こっちの方も本当は増やしたいんですけどね、なかなか今はメインのね、とにかく数打ってますからね、まあ、こっちも打てるようにちょっといろいろ画策はしますけど、それは別の話ということで、では、試しにですよ。トップの方ね、皆さんが知ってるような YouTuber さんはこの数値がどうなるのかっていうのはね、試しにまずちょっと目安として作ってみました。非表示を解除します。ドンと出してみました。そう、こんなところで出してみました。まずね、ヒカキンさんと、あとヒカルさんね、ね、まあ YouTuber としてね、まあ、いわゆる実際に YouTuber という感じの YouTuber さんですよね、の、もう代表2名まず出してみました。で、
初め社長とか出そうかなと思ったんですけど、この2人の対比だと面白いのが、お二方の対比だと面白いのは、登録者数が結構、ヒカキンさんの方が、倍以上ありますよね。そうとか、この、視聴回数とかも見えてくるんですけど、動画の投稿数本数も結構ヒカルさんの方が結構少なかったりとかっていうのが見えてくるんですよ、でこの辺りとかを数値で見てくると、また面白い数字が出てくるっていうことなんですね。ですので、比較対象として、確かヒカルさんの方が後から始められてるんで、多分こういう形になってると思うんですけど、これがじゃあ数値、先ほどの、ね、数値で見てみたらどうなるのかっていうことですね。で、そこに、プラスアルファ、いわゆる芸能界を代表する2チャンネルを出してみました。芸能界のレジェンド・オブ・レジェンドのね、エガちゃん。ね、エガちゃん2時50分さんが始めたエガチャンネルね、すごい勢いで100万人突破しましたからね。で、今やね、228万人登録者数がいるということでね、この辺りとかもね、比較対象としていいんじゃないかなということで持ってきました。あとは、トンネルのタカさんね、石橋貴明さんがされてる、タカチャンネルですね、こちらの方もね、破竹の勢いでね、この登録者数を増やしてるよというところで、じゃあ実際にここの数字を比べていくと、ちょっと面白いことが見えてきますよということなんですね。あともう一点ね、じゃあこれも全部ね、いわゆる100万人、200万人、400万人とか800万人とかね、いわゆる YouTuber さんって感じのね、ところの YouTuber さんですけど、実際多いところって、もう少し多いところになってくるのは、その YouTuber として活動されてる人口のね、多いところというのは、もう少しこの何十万人単位でね、いわゆる金の盾を目指しましょうって感じでね、やっておられるようなところというところが、いわゆる、でも十分人気どころっていうところになってくるんですよ。そこの、ところで、この、いわゆる YouTuber って感じでやってる YouTuber さんと違って、専門的なチャンネルとしてされておって、人気のあるところっていうので、ちょっと比較対象として持ってきたのが、スーツさんのところですね。スーツさん、スーツ交通チャンネルさんですね。スーツトレインってなってますけど、昔の A チャンネルですね。でしたね。ところを、持ってきてみました。そうするとね、これ数字を見てみるとね、面白いんですよ。まずヒカキンさんの数字とかと比べて、もうこっから忘れてくださいね、しばらくこの上の2つはね、もうなんかもう比べるのも悲しくなってくる数字ですからね。まずヒカキンさんの方から見ていきましょう。そうするとまず登録者数は891万人もやっぱダントツですね。すごいですね、ということになってきますよね。で、はい、あとすいません、ヒカキンさんとかね、登録者数の多い方は下の方の数字が分かりませんので、一人単位とかね、100万人超えてくると何万人としか表示がありませんし、何十万人だと65.1万人みたいな表記しかありませんので、端数の方分かりませんけどね、ですから25人と比べるのにね、その端数の差でパーセンテージ変わるやないかっていうね、いう意見もあると思いますけど、もうそこまで考えると悲しくなってきますんで、私が今回もご容赦くださいということで、昔はなんか見る方法あった気がするんですけどね、なんかわからなくなっちゃいましたんで、これでいきます。で、そうすると、今回の場合これ比較対象でやってみますんで、そうすると、このね、もうトップカテゴリーのところだけ見てください。ここのトップカテゴリーの方だけ見てくださいよ。そうするとどうなるか。ヒカキンさんの方は、891万人登録者数がいて、視聴回数が80億、80億だな、ビリオンだな、8ビリオンやから、そうですね、80億、3863万2059回、これは1答えまで分かります。で、投稿本数も分かります、2846、これは調査日段階の話ですね。これ、もうヒカキンさんとかね、もうこのね、こちらに書いてあるね、皆様は、もう間違いなく日ごとに変わる数字なんで、はい、これはね、今の段階でこういう感じですよっていう数字です。で、ヒカキンさんはやはりね、動画の投稿本数も多い、やはりもう昔からされてますからね、で、毎日投稿でね、されてるということで、それがもう、と思って、なんと2846本も動画がありますよ。ね、なんやね、やっぱしうちのチャンネルよりもね、動画数は多いけどね、じゃあね、数値当たるになっとるかって言ったら、数値当たってるじゃないですか。これが大きな差でございますということでございますね。で、この動画本数から見ていくと、ちょっと面白いところ見えてきますよね。ヒカルさんも、そう、
こうしてみると、あ、だいぶ、あ、結構累計の再生数とかもやっぱかね、昔からやってる分、ヒカキンさんの方が多いなってなるんですけど、やっぱその分動画本数も、ね、少ないですから、ここら辺結構トップカテゴリーを見るのにもフェアに、ちょっと面白い数字が見えてくるんじゃないかな。1600、この違いがどうなってくるのか、後で数字が出てきますからね。で、エガチャンネルさん見てみると、特筆すべきはここからエガチャンネルさん220万も登録者数がいます。もうヒカルさんの半分のところまで迫ってる。これはすごいですよね。1年、ちょうど1年ぐらいですよね。で、この数字ですから、これはすごいことなんです。で、やっぱ累計の視聴回数はそうして見てみると1億9200万ってことはもうすぐ2億いくんだ。もう今の勢いだったらすぐいくでしょうね。1億9200万ありますよということですね。で、同じくタカチャンネルさんも、156万人で、今1億1700万まで来てますよということなんですけど、特筆すべきは後からね出てきたチャンネルというのもありますけど、動画の公開本数です。エガチャンネルさんは141本で、タカチャンネルさんに至っては83本。なんとびっくりなんですけど、うちのサブチャンネルよりもタカチャンネルさん少ないんですよ。この要は少ない本数の中でこれだけのヒットを生んでいる。つまりこれ相当アベレージいいんじゃないのと、1本あたりの長打力すごいんじゃないのっていうのがね見えてくるわけでございますよね。これがいざ数値に出してみると、比較してみるとどうなるのかということでございますね。実際この83本というのはすごく相当少ないですね。実はこの YouTube 業界、YouTuber 業界では毎日投稿しないと再生数って継続して増えないよっていうね、話があるんですけど、いいな。ね、タカチャンネルさんは週2、週3とかの更新ね、エガチャンネルさんもそんな感じですよね。ですので、まあ、140、83と本数は少ないですけど、ちゃんと登録者数をここまで稼いでる。変な話、ヒカキンさんと比べて、ヒカルさんの方が分かりやすいね、動画の投稿本数は10分の1にも満たないのに、もう半分近くの登録者数まで迫っていると。半分近くじゃない、半分超えてるわけということなんで、これは その数値としては面白い数値が出るんじゃないかなということですね。で、なんかちょっとここの比較に入ってると、スーツさんの場合は、そうするとここを見ると面白いんですよ。登録者数は65万1千人ということなので、やはりそのもうね、そのでもうね、このタカチャンネルさんとかエガチャンネルさんとかと比べても、少ない数字にはなってるんですね、ここの数値は。ただし視聴回数は実は3億2900万ということで、タカチャンネルやエガチャンネルさんよりも多いんですよ。これはね、どういうことかというと、いかにこの65万1000人の人がリピートして、どれだけ高い視聴回数を誇っているかということになってくるわけでございますよね。だからその登録者数は少ね、他のチャンネルさんとかと比べると少ないけど、3億を超えるという再生数を持っているというのは、それだけ専門チャンネルというのはリピートで見てもらえる確率が高いということになってくるのかなと思います。特にスーツさんの、ね、説明もねすごく丁寧で分かりやすいですからね、いうのでここに入っていきますよということでございますね。ここが特筆すべきかなということです。あとはそうかと思ったのが、スーツさん動画投稿本数なんと2157本ってことすごく多いですよね。ヒカルさんより多いのね、これはちょっとびっくりしましたけど、そう、スーツさんって今ねこう顔出しされてねバーってやってるし、まあ、ターバン巻いてなんかね日本一長い切符の旅とかね、なんかやっておったなとか、そういったね感じのところとか、まあ、私が見始めたのがちょうど島風に乗って近鉄共振者に転身なされた頃らへんの、動画から見てますけど、近鉄でなんかね、そう四日市に来てましたんでね、それで四日市で引っかかってきたんか、その辺りでね、なってましたけど、実はその前にゆっくりで実は動画作られてたんですよね。メール車リコーシリーズのね、こうやつ作られとって、駅弁のやつとかね面白かったんですよ。何編だとかね、そうっていうの作られとって、で結構もう5、6年ぐらい前から作ってるのかな。もうだいぶ昔からね、実はその動画投稿自体 YouTube でされてたんで、本数も実は多いということで、ね、でその後もねすごく高い頻度で、更新されてるんで、こういう数値になってますと。じゃあこれを
この数値で見てみるとどうなるか。おお、なるほどなるほどと見えてきますね。論外、ここの2つね、上2つもちょっと忘れてくださいよ。わあ、全然なんか違う社会が広がっておりますね。これが脅威の格差社会ということでございますね。ここと並べちゃダメだ。ヒカキンさんとかと並べたらもう全然なんか話にならない数字ですよね。うちが 5.44 に対して 3.76、3.6 です。0.003194 とかってなってるんで、ですからこれパーセンテージに直したら 0.03% とか、0.031% と 0.038% とかですからね。はあ、何倍 ?1、10、1、10、100、1000、1000倍、サブチャンネルの E4 と比べてますかね。こちらの比べたら1500、わ、まあ、悲しくなってきた。ね、っていう感じになってきてますけど、これが、ヒカルさんとかになってくるとこうなんですけど、これ特筆すべきは、このやっぱし、あの、MPF ね、ファンのついてる数、チャンネル登録者数の対比で見てみると、これでもすごいですけど、あのちなみにここにあのずらっとあの条件付きの書式設定出してますけど、一番高いのがこれね、0から 0.000999% にしてますけど、で 0.01、0.1 未満、で 0.01 未満、0.1 未満で、多分ここからした 0.1 を切っておれば、これはいい数字なんだと思います。多分ね。あまりにもちょっと対比の差が広すぎるんであれですけどね。で、一応超えてきたら、ちょっと底辺注意報じゃないかな。底辺警報かな。で、5を超えたらもうこれはもうキングってなれるんじゃないかなという感じで、5より多い数字を赤にしてみました。そうして見てみると、もう十分このヒカキンさん、ヒカルさんもやっぱすごい数字なんですけど、レガちゃんエグいっすよね。0.0618、あ、0.0000618、さらに一桁違います。そういう風に見てみると、5倍から6倍の打率を誇ってるってことになるんですよね、エガちゃんは。これはあの打率ですけど、低い方が打率がね高いってことになりますからね。で、タカチャンネルズはさんはどうなるかっていうと、さらに 0.000532 ってことで、実はエガチャンネルよりもさらに高い打率を誇っているという数字が出てきました。これやっぱ動画方向法しか少ないですけど、やはりこれはこの2つっていうのは、そんな毎日動画でガンガン打っていかないとっていう、あの YouTube の常識ひっくり返したとも言えるんですよね。それであのチャンネル登録者数を誇っている。じゃあ再生数が稼げてないのかって言ったら、アベレージ、やっぱりそれこうやって稼いできてるんですけど、でもやっぱりアベレージで見てみると、ヒカキンさんとかのヒカルさんの方のが映画チャンネルズよりもアベレージは高いってことなんで、再生数、やっぱり再生数は稼いでくるっていうところが見えてきますねという数字です。で、あのすみません、ここだけでね、あの下の5つだけでね、こうだけで見てしまうとちょっとね、あのスーツさんとこの数字がなんや悪いんやないかってね、見えてしまうかもしれませんけど、あの全然そんなことありませんからね。あのここの数値で出してますけど 0.001、 あの青いっていうのはもうベロンブニーところです。これがいわゆる専門チャンネルとかだとここら辺になってくるのかなという、ところになってくるんじゃないですかね。これがもうやっぱしその大衆向け、誰でもね、あの みんなに受けるようなところってなってくると、こういう数字になってくるのかなっていうことですね。ですからこれはこれで、またこう鉄道系 YouTuber さんの数字を出してみたりとかすると面白いかもしれませんね。ちょっとうちのところでまずそのあたり特集してね、やっていこうと思います。とりあえずしばらくはね、まずうちのね最低辺プリをねこれで示すと、今のところ全然現れる気配ないですね。もう全然数値で、あと、平均視聴数、これちょっとまだ色付けしてませんけど、だって色付けするもんでしょ、うちのところ平均79、でも79あるんですよね、実は、メインチャンネルの方はね。こっちの方はやっぱ低い、37ってことでね、相当低いですよ。で、平均視聴数が、ヒカキンさん282万再生ですよ、平均が。だから、ね、まあ、高い低いはありますけど、真ん中取るとこの数字でどんな数字やねんって話ですからね。まあやはり100万超えてくるというのは、アベレージが100万超えてるって時点すごいですけどね。まあアベレージ、やっぱあの鉄道系の専門チャンネルやっぱ15万っていう数字も、これはすごいことだと思いますね。これはあの
まだちゃんと特集して、この数字全然その、悪い数字じゃなくて全然いい数字なんだよっていうのはまた、数値を出していこうと思います。まずひとまずはこういう感じで、数値をグラフを作ってみました。であとはですね、問題としましては、この最底辺を目指すにあたってね、元の企画はこれです。最底辺を目指すっていう方ですね。これですからね、これですから。で、これのために、ルールを設けよう、ね、何でもかんでも調べとったらこれキリがないですからね、このうちなりに最底辺の流儀を作りました。定義を作りました。ってことで、3つ4つ目どうしようかなと思いながらこうやってポチポチやってたんですけど、チャンネル登録者数まず1000人未満、これやはり収益化の対象になるかどうかというところになってきますので、1000人未満かどうかというのは出そうと思います。で、あとは直近、1年間の再生が1万、1万時間でしたっけとかっていうね、基準もあるんですけど、それはちょっと私たち一般の方では見えない。自分のチャンネルの視聴数、継続数とか、そういうのは全部で自分は見れるんですけど、他のことは分かりませんので、明確に外部からソースを入れて、公正に判断できるものということで、チャンネル登録者数がまず1000人未満であること。2つ目、公開動画の投稿本数、ちょっと10本は欲しいなということですね。10本以上は投稿がある方。1本だけとかっていうのになってくると、もう、まあ、誰も知らないよっていうのがね、いっぱいあると思いますので、10ポイントある。これをちょっと、まず、基準の2つ目に入れてみようと思います。で、3つ目として、直近6ヶ月以内に公開動画が更新されている、いわゆる現役の方だよっていう基準で、1年だとどうかなっていうので、とりあえずね、1年だと私負けてしまいました。まあ、とりあえず1年にしてみますか。で、負けそうだったら6ヶ月に変えよう。そうですよ、自分基準ですからね、こんなのは。はい、1年以内に公開動画が更新されていると、いう、とりあえずこの3つでいってみましょうか、最底辺のこの審査対象として実際にこれから見ていこうと思います。で、まだすみません、本当にガチンコで見てませんので、この後ね、順次、そのチャンネルの方ね、その、この条件を満たしているところがね、うちに挑戦してくるわけですよ。この最低編王者、サステルチャンネルね、この山田さんに挑戦してきますから、かかってきなさいと。うちがね、いかに最低編かをね、証明していただきますよ。ということでね、次回以降でね、ピックアップしてね、やっていこうと思います。1000人目はね、この条件満たしてるところをね、探して、見つけ次第、この条件で当てはめて、さあ、挑戦だ、バトルだ、ってね。もうボッコボコにね、もううちがいかに最低限がね、もう50人しかいませんよってところでもね、ほら見たことかってね、もうね、打ち負かしてやりますんでね、さあかかってきなさいってことでね、毎日ね、この動画をね、見つけたね、1000人未満のね、この条件満たしてられる方でね、我こそはという方がね、いらっしゃいましたらね、ぜひうちのところにも挑戦しに来て、挑戦状ね、ぜひ叩きつけにね、来ていただきたいと思います。はい、ということで、今後はこういう企画をね、順次またやってきますので、よろしくお願いいたします。とりあえず説明とね、実際のじゃあこれトップカテゴリーどんな感じなのかなっていうのを、見てみましたというこのな、企画やってきますので、どうぞ、これからね、最低編チャンネルを決定戦ね、うちもう守り抜きますからね、この最低編の座を。まあ、その前にうちが1000人超えたらね、とっととこっそりやめますけどね。ということで、まあ、これぐらいでね、締めさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。